やがしたいんだ。毎度おなじみ、ドゥニュース、略してドゥニュー、ボリューム10ということで、はい、もうね、8月が終わりました。終わりましたね。いよいよダンスホールヤオンまであと一月、はい、ちょいとなったわけですが、なんと、ダンスホールヤオン、おかげさまで全席ソールドアウトいたしました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。完売です。はい、はい、これはその日に入れるプラスワンモアが考えうるマックス来るということですから、はい、最高のダンスホールヤオンになると我々確信しております。はい、それでもね、実はほら結構前から売ってたからさ、はい、あのもう早々に買ってくれた人もいたんだけど、まあ、もうちょっと待ってからって思ってちょっと油断してた人なんかも中にはいたらしく、はい、そんな君のためになんと立ち見券、はい、接品ラウンドチケットですね。接品ラウンドチケットをご用意いたしました。はい、これはいつから販売ですか？一般発売9月12日土曜から取り扱い開始でございます。うん、はい、数もそんなに多く出せないので、うんうんうん、ぜひ発売チェックしてみていただければと思います。うん、はい、これはね、立ち見席でも日比谷ヤオンは結構ね、大場所になっててステージが近いですから、はい、ステッピングラウドできることを受け合いだと思います。はい、人も立ち見でも見に来てほしい。そして実は日比谷ヤオンのね、はい、ダンスホールヤオンで、まあ、いろいろグッズはね、はい、考えてもいるんですけど、限定の T シャツとか記念 T シャツとか考えてるんですけど、そんな中に、はい、なんとこの間やったですね、はい、三茶のアコースティックライブと、はいはい、高円寺の UFO クラブの凱旋ライブ、はいはい、この模様を収めた DVD がリリースされることが決定しました。早い。欲しい。スクービードインアクションというタイトルで、はいはい、これがね、高円寺と、はい、高円寺が結構メイン、うん、で途中三茶の、ね、アコースティックの模様も入ってるんですけども、はい、これ改めて見てね、うん、いいライブ、いいしね、うん、いいライブだしね、映像も綺麗で、映像も綺麗だよ、音もね、すごくいいんです、音もいいです、臨場感あるね。あります。ね、その場に来れなかった人にも楽しんでもらえる最高の DVD が完成しました。はい、ちょっとね、普段見れないようなアコースティックとか、ね、うん、MC なんかもちょろっと入ったりしてるんで、これはぜひともプラスワンマーなら手に入れていただきたい。ビアヤオン、ダンスホールヤオンから販売します。はい、ビッグの DVD。そして、はい、9月の23日には、うん、ちょっと前になりますけど、エクストラファンカリズマもリリースされるということで、はい、これは、なんか7インチも出るという話がありますけれども、はい、エクストラファンカリズム、うん、EP と出しましたね。 EP と、フィッシュマンズのカバー、うん、疲れない人タイタン、うん、そして、B 面は2006年のですね、うん、セルフタイトルアルバムですね、スクービードゥに一緒のタイトルプリンスのカバー、うん、バッドダンスだったんですね。これをこちらカップリングですね、収録して、はい、思わず気合が入ったね、はい9月23日、こちらも、はい、発売でございます。HMV 渋谷アナログ館ですか、うん、では、9月16日、1週間前から先行発売らしいので、はい、素晴らしいぜ、こちらもチェックしてみてください。マスタリングが違いますけどね。あ、そうか。よりいいよ。うんうんうん、DJ ユースなので、はい、それはぜひとも聴いてほしい。お願いします。そして、はい、今日はなんと、これだけじゃなく、すごく重大な発表があるということで、はい、はい、我々同心ホールね、うん、来年2016年21年目の一発目は北海道同心ホール、これ発表してるんですけども、はいはい、なんと、うん、今年20周年イヤーを締めくくるライブが決定したということで、はいはい、モビー君、はい、発表の方をお願いします。2015年、はい、スクービードゥ最後のライブは、うん、なんと、うん、大晦日、うん、12月31日ですね、うん、下北沢、うん、ガーデンにて、うん、カウントダウンファンカリズムと出しました、ね、おスクービード初のカウントダウンワンマン、こちら開催決定いたしました。やだな、やりたかった、はい、やっぱ今年さ20周年イヤーでさ、うん、こんだけやっぱヤオンもさ今度やるけども、うん、はい、ソールドアウトしてさ、やっぱちょっとこうなんかね、そのままスーッと終わっちゃうのもなんか名残惜しいですから、ハラプラスワンマンと一緒にね、はい、騒いで年を越して21年目、はい、新たに、ね、突き進んでいく、そんな決意表明ライブに、はい、ね、はい、なるかと思いますんで、これはチケット発売はいつからなんですか？こちらですね、うん、見ていいですか、はい、組んだばっかりなので、うん、はい、一般発売は10月10日、はい、ヤオンの石川ですね、はい、土曜日になります、うん、そしてオフィシャルホームページ選考も、
開催しますので受け付けますので、うん、でこちらは、ホームページニュース欄をチェックしていただければと思います。なるほど、はい、大晦日ライブワンマンを初だね。初めてです。初めてですね。もう長いですよ、はい、大晦日的なことだね。とにかくカウントダウン、うん、時間だけは間違いない。そうだな、はい、たまに間違う人がいるらしいからね。アナログ時計じゃなくて電子時計をね、準備しておく。電子時計を準備しておいてマネージャー目線でね、はい、そういうわけでね、あの、まあ、その日にしかやらないようなことね、ですよね。これたくさんやることになるのかな、はい、まあ、みんなで年を越そうと。そうです。21年目行こうと、はい、そういうライブになると思います。このライブを経て、2016年1月9日、はい、同心ホールからスタートしますので、こちらもね、普段のライブではやらないような感じで、はい、ホールなんて、うん、そうですね、がっつりと新しいスクービードゥ、ニュースクービードゥ見せれればと思っております。はい、というわけで、おちょうどいい時間ですね。はい、時間です。なったようなの で、はい、です。それでは、各地ライブ会場で絶対にお会いしましょう。以上、ドゥニュースでした。忘れないぜ、ずっと